田島国彦は、日本の政策担当秘書。元衆議院議員、中島正樹の政策担当秘書として務めた。NPO 法人公共政策研究所常務理事、主任研究員。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、民主党群馬県衆議院選対本部事務局長を務めた。群馬県大田市出身。群馬県立大田高等学校。 早稲田大学社会科学部卒業。足利銀行退職後、新党先駆け群馬県本部事務局長、民主党群馬県総支部連合会常任理事を経て、鳩山幸夫、石関隆の秘書を歴任。現在、中島正樹の政策担当秘書。大学卒業後、足利銀行に就職するが、新党先駆けの群馬県本部設立の際、銀行を退職し事務局入りする。 当時、先駆け群馬代表代行であった中島正樹に指示。2005年第44回衆議院議員総選挙に初立候補。群馬5区で小渕優子に挑むも落選。その後、2007年県政一新を掲げ、群馬県議会議員選挙に大田区より挑戦するが落選。2010年11月30日平成23年、群馬県議会議員選挙出馬を表明。 地方議員年金や費用弁済の廃止など地方議員の特権廃止や八っぱダムの建設中止を公約に掲げ再挑戦するが落選。2011年12月24日中島正樹が八っぱダム建設継続に抗議し民主党を離党。同志と行動を共にし即日民主党離党を表明。ありがとうございます。